香上智久友です。台湾で20年生活する日本人がその間に台湾独特の面白い文化を発見しました。日本人が非常に好きなうなぎ、これは僕たちの飲食文化の象徴とも言えます。特に毎年土用の丑の日、最も暑いこの日、うなぎを食べて元気を補充します。でも知ってますか、台湾では今本場のうなぎが食べられるだけではなく、日本人も絶賛する高級うなぎも養殖しています。この2本でこう挟むと、掴めました。おおお、今日は僕と一緒に絶対台湾で探しに行きましょう。北九州の小倉には3代続く100年を超える歴史を持つうなぎ屋さんがあるそうです。しかもそのうなぎ屋さん、ミシュランで紹介されただけではなく、あの著名な美食家林修さんのお墨付きをもらいました。しかもその海外1号店がここ台湾にあるそうです。いや本当にもうどのぐらいかな、結構もうその本格的なうなぎっていうのを台湾で食べてないのですごい楽しみなんですけども、早速じゃあこちらうな重の方から見てください。もうね、開けた途端にすごいいい匂いがするんですけども、いただきます。うん、やっぱりねこのうなぎはこのタレがご飯に染みてね、そこがすごい美味しいんですけども、このうなぎすごい柔らかいですね。あの皮もなんか日本で食べた時は、なんかうちの近所で食べた時は結構皮がなんか硬かったような気がするんですけども、本当に何ですか、全然皮があるのかどうかわからないぐらい柔らかいうなぎです。本当にね、あのちゃんと焼いてあるんで、このちょっとね焦げたところがまたすごい美味しいんですけども、これなんかみんなにこの美味しさを味わってもらえないのがちょっとすごい残念です。今本当にこれ、じゃあ続いて、なんか僕も初めて食べるんですけど、蒸してあるそうなんですけども、なんか聞いたところによると、あのこれうなぎ、まあ、焼いたものをそのご飯の上にまた乗せて、それからちょっとまた蒸して、そのご飯の、まあ、甘みと、まあ、そのうなぎから出るその旨味をこう一体にして食べる食べ方らしいんですけども、じゃあいただきます。なんかあの先ほどのうな重よりもすごいもっと柔らかい感じがするんですけども、いただきます。すごい柔らかいですね。うん、これなんかあのうな重よりももっと柔らかくって、なんていうんだろう、あのご飯にもうなぎのそのいい香りとそのうまみがしっかりとあの染み込んでいて、なんか本当にご飯だけ食べてもと、あのうなぎを食べてるような、うん、あのこんな美味しいうなぎ、一体台湾でどうやったら作れるんでしょう。聞いたところによると、あのこちらには日本からやってこられたその職人さんがいらっしゃるそうなんですね。なので早速厨房の方を覗いてみましょう。こんにちは。こんにちは。はい、生きたうなぎなんですか。そうです。あのこういうあのお店では僕はさばいたものを、はい、あのここにあってそれを焼いてるだけかと思ったんですけども、はい、私たちは毎週新鮮なうなぎを仕入れるんですけど、はいはい、全てあの試食をしてその時に一番おいしいうなぎをこうやって仕入れてここに立てています。そして毎朝さばいてます。
そうなんですね。今ここには何匹ぐらいのうなぎがいるんですか。今ここには100キロぐらいあります。100キロぐらい、もう本当に何匹かちょっと見当がつかないんですけども、そんなに100キロのうなぎがいるなんて。でも本当に今すごい、見てください、これすごい元気に。僕たちもあのテレビでは、まあ、はい、捌くところを見たことあるんですけども、はい、実際に捌いたことがあるなんていう普通の人ではそんな経験絶対ないですよね。そうですね、難しいですね。やっぱりあの修行とかってどのぐらいされたんですか。僕は本店の方で3年ほどしてこっちに行きました。でもすごいまだ若そうに見えますね。はい、そうです、まだ若い。おいくつなんですか。今27です。3年修行したら、はい、本当にもう上手になれるもんなんですか。そうですね、うちの社長が言うのは、はい、やっぱり何事もあの一生ものだということで、はい、あの最初にやっぱり1年ほどすればある程度格好はつくようになるんですけど、はい、そこからはもう生涯かけて一匹一匹大切に、もう毎日が修行だというふうに言われてます。いや本当そうだと思います、はい、じゃあこれからそのどうやったらあの美味しいうなぎができるかを見せていただきたいんですけども、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあよろしくお願いします。熟練した技で、さばくと本当に15秒でうなぎをさばけるそうですが、これから早速見せてもらうんですが、皆さんこれ見てください。ここに今本当にまさにうなぎがいるんですけども、今あの氷でちょっと、まあ、仮眠状態にさせて、まあ、鮮度を保って、まあ、本当に生きたままのものをその場でさばくということなんですけども、はい、じゃあ早速お願いします、はい、おすごい1回ですごい綺麗に全部取れたんですけども、はい、いや本当に素晴らしいです。びっくりしました、早くて。あのなんか聞いたところによると、はい、関東と関西ではちょっとさばき方も違うっていうふうに聞いたんですけども、はい、そうですね、関東の方は背中を、はい、うなぎの背中を開くんですけど、はい、私たちは関西風なので、はい、腹開きでお腹の方から包丁を入れて骨と肝まで取ります。例えば、はい、僕が今日捌こうと思ったら、はい、できるもんなんですか。あ、じゃあトモさんやってみますか。ちょっと、ね、15秒は難しいですけども、はい、ゆっくり一度やってみましょうか、はい、これが目打ちっていう道具で、はい、この頭を固定するのに、はい、使う道具なんですけど、ここをこういうふうに指で挟んで、はい、ここでこういうふうに角度で打ちます。ちょっと斜めに入る、はい、あ、はい、はい、あ、ちょっと手に巻きついたらここの穴に入れてもらって、はい、でここで固定を、はいはい、そして、はい、左手は、はい、うなぎをこういうふうに包み込むように持って、はい、ちょっと押さえながら歯をこう入れて一緒に動かすですね。はじめはここから入ります。ここからなんで、はい、骨の上から、骨の上を滑らせるイメージです。いや骨がちょっとどこにあるか分からない最初だけ骨の、はい、ちょっと骨が多分骨の上にあると思うんですけど、ちょっとまだ全然開いてないですね。あの骨の上をやっぱりあの滑らせるっていう風に言われたんですけど、骨がどこにあるかって全然感覚が分からないんで、だいぶあの骨から離れたところを切ってしまったんですけども、これはちょっと修正しましょうか。あ、これまだ、はい、あの直していただけるそうなので、本当にあの今音も聞こえたんですけど、ちゃんと骨の上を滑って、骨をちゃんとあの削らないように、まあ、骨の上を滑らせている音がちゃんと聞こえましたね、はい、左手でこう押さえながら、はい、あの右手と一緒に動かしていくイメージで、はい、これはどっから、はい、骨はですね、はい、ここの頭の付け根のところに始まりがあるので、はい、ここからこう取り出して、はい、おー、はい、この骨の始まりから、これでもやっぱりあれですよね、しっかりとすごい骨と肉がついてるので、なんか、まあ、言われたことは分かってるんですけど、そうですね、あ、でもこれ初めて食べるうなぎの肝なんですけども、いただきます。結構あの歯ごたえがあるもんね。そうですね、弾力もあります、うん、
が肝って聞いたんで、なんかちょっとレバーみたいな感じかなと思ったら、またちょっと、ね、感触、食感も違いますね。本当に焼きたてですごい熱々です。言われたことは分かってるんですけど、そうですね、あやってみるとすごく難しいと思うんです。そうですね、なんか下手に、なんですか、多く肉を切っちゃってもすごいですね。そうですね、はい、これで一応完成ですか。完成です。いやこれ15秒はやっぱり無理でしたね。まあ、初めから分かってましたけども、やっぱりこれ15秒でさばくまでにはやっぱり本当に熟練した、本当に修行のみですね。ありがとうございます。ちょっとね、僕の取った骨にはすごいこんなにまだうなぎの肉がついてるんですけども、これは売り物にはなるんですか。はい、これはお店ではちょっとお出ししないですねそうですよね、やっぱりまあお店では売れないということなんですけども、でも初めてにしてはすごく上手だと思います。でも一目で見たら本当にもう肉の残り方も骨の、まあ、綺麗さも全く、僕の骨なんてもう本当に途中で切れちゃったりとかして、もう全然形も残ってないのに、見てください、この1本続いた骨とか本当に一目で見たら全く違うのが分かります。本当に今もうまさに焼いているところなんですけども、本当にすごい、あもうこれ何度ぐらいあるんですか。これ多分400、500度ぐらいあると思う。本当にもう立っているともう顔が熱くていられないんですけども、今これ今焼いているのになんで水をかけたりするんですか。うちは蒸しがなくて、はい、焼きだけで最後まで仕上げるときに、はい、どうしても焼きムラができたりとかしてしまうときに、はい、水をかけてちょっと温度を下げてあげて、はい、焼きを均等にするっていう。で先ほどから見ているとなんかこういう叩いているような作業があるんですけど、はい、それはこのうなぎには2層の皮があって、はい、この中にある皮もだいぶ溶けてるんですけど、はい、これ叩くことで身に傷をつけて、はい、中の、皮を溶かすことで美味しさが深まると。それになんか今見るとなんか串の量がすごい増えてるんですけども。そうですね、さっき生で売ってもらったと思うんですけど、はい、焼きながらさらに串を追加して、はい、こういう動作をしたり、この最近 100% 徹底できているので、はい、中まで火が通りやすいように。あ、そうなんですね。これでも大体どのぐらい焼くものなんですか。そうですね、うなぎにもよるんですけど、はい、大体 2,30 分ぐらい焼き続けます。私たちは火をたくさん食べさせるっていう風に表現するんですけど、こう水をかけたりこうやって傷をつけて余分な油を落とすことで、あとは火加減の調整、これで30分間焼き続けても美味しく仕上がるように。あ、じゃあ1日にどのぐらいの数を焼くんですか。今の時期ですと1日50本ぐらい焼きますね。多い時期のもっと焼く、多い時は土用丑の日とかは100本以上焼いたりします。今そのここで1回に焼ける量って 3串、そうですね、3つぐらいですね。3つをまあそれ100本分を焼くってかなりの時間ここに立ってなきゃいけないですよね。いやもう朝から晩までひたすらここで焼き続けないといけない。本当に大変な作業です。これが先ほどさばいてもらった時の処理して焼き上げた焼き肝になります。熱いんで気をつけてください。はい、ありがとうございます。やっぱこれ初めて食べるうなぎの肝なんですけども、いただきます。結構歯ごたえがあるもんなんですね。そうですね、弾力もあります、うん、なんか肝って聞いたんで、なんかちょっとレバーみたいな感じかなと思ったら、またちょっと、はいはい、感触、ね、食感も違いますね。本当に焼きたてですごい熱々です。じゃあ隣にあるのは、はい、うなぎのタレ。そうですね、これがうちのパパタレですね。じゃあ直接こうつけてあったりとか。違います、はい、うちは、はい、この
秘釈があるんですけど、はい、これでうなぎにタレを浴びせるようにかけます。あ、そうなんですね。つけてしまうと温度が下がって身が硬くなってしまうので、はいはい、なるべく温度を下げずに表面にだけかけるっていう。そういうやり方もあるんですね、はい、じゃあやってみますか。はい、ってもらって、はい、こうかけるっていう感じで、やると表面だけかかる。はい、じゃあ裏面を。あ、分かりました。なんかこういったらあれですけど、なんか水庭に水をまくようなそうですやっぱりでもなんかでもすごい熱くかかっちゃいました。でもこれも本当にすぐできるものはないですね。そうですね、タレかけも難しいですね。やっぱり温度を下げちゃうと、はい、せっかく焼き続けたものが。そうですよね。でもなんか本当にこのタレをつけた後に、まあ、火の上に戻すと本当に香ばしい香りが立ってきますね。皆さん、今すごい勢いでうなぎが届いているんですけども、ここ宮浦市でも一人だけしか女性が見つからないんですね。なので、あの女性がそのうなぎの女王に間違いないと思うんですけども、ちょっとお話を伺ってみましょう。Hey, すいません。ニーハー。うなぎの女王ですか？いやもうよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや今すごい勢いでうなぎが届いてるんですけども、はい、とこれってどういった種類のうなぎなんですか？よかったですね、今のところこっち来て、はい、ちょっとうなぎ池の方からこっちに入ってきて、はい、ちょっと今おろしてるところで、はい、日本へ輸出するつもりで、はい、入荷してたんですよ。はい、はい、これ種類ですね、はい、日本酒アンギラジャパニカという種類ですね、はい、青口というものですよ。はい、じゃあ、はい、ここで育ててるんではないんですか？はい、台湾の場合は、はい、露天の養殖ですね。はい、露天の室内養殖じゃなくて温室養殖じゃなくて、はいはい、その露天の養殖で、はい、うなぎの一匹、はい、養殖の面積は、はい、日本と比べて 10倍ぐらいの広さで、はい、養殖されてるんです。そんなに大きいんですか？はい、そう、だ一番天然うなぎ近いの養殖のやり方ですね。はい、いや、こんなに天然の、まあ、天然に近い環境でうなぎを養殖していて、はい、やっぱり先ほどうなぎ屋さんの方で、はい、ここのうなぎは本当にすごい高級なうなぎで、本当に日本人からもすごい愛されているって聞いたんですけども、やっぱり台湾の輸出の歴史、はい、うちも43年になっております。はい、それでこの43年ずっと日本のお客さんは消費者、はい、伝統してもらって、はい、この台湾のうなぎを好きになっちゃって、はい、使ってます。使ってるんで、今日このうなぎはもう本当、はい、日本の消費者受けてるぐらいの品質で、はい、ありがとうございます。すごいですね。今まだまだ作業がちょっと続いてるんですけども、はい、これって全部ね何匹ぐらいいるんですか？はい、この池は全部2万匹ぐらいあります。2万匹2万匹5トンぐらいですよ。5トン5000キロ、はい、5000キロ、はい、そんなにたくさんいるんですか？はい、こちら2万匹で、この池はもう2万匹ですよ。これ全部で、はい、今日は4万匹で、はい、日本へ出荷します。明日。あ、そうなんですか。はい、じゃあ明日出荷する、なんでこのまま直接出荷しないんですか？やっぱりうなぎは
池揚げする前に、はい、3日間前に餌止めしないといけないですね、はい、餌止めしてからうちの建て場に入って10時間以上、はい、あのシャワーしないといけません。シャワーしてながらあの元気になります、はい、そうすると日本に持っていくと、はい、あのうなぎ元気になるんです。すぐあの入ってからすぐ出荷できないんです。そうなんですね、はい、ちゃんとうなぎの健康の面も考えて、はい、ここで1日、まあ、休ませてから出荷するってことなんですか。はい、はい、そうです。本当にまだまだあの何ですか、あの黄色い袋でまだすごいたくさん数が残ってるんですけども、はいはい、あのトモさん一回経験してやってみますか。ちょっと少し重いですね、はい、あでも小人さんはもう毎日この仕事をしてるんですよ、はい、いかがでしょうか。どれだけそのうなぎが重いかちょっと体験させてもらいます。 まずこう入ってちょっとうなぎを踏んづけちゃったらあの悪いなという気持ちで、まあ、本当に歩くのもなんかゆっくりになってしまうんですけども、あとはその足にうなぎが当たってくるんですね。その感触がちょっとなんか、まあ、ちょっとね本当に踏みつけちゃいそうで怖いんですけども、これを置いてじゃあ掴んでください。握りで、いやこれどうやったら、どういう風にやりますか、はい、ちょっと待って、下やって、はい、それ打開、はい、重い重いわー、すごいすごい重いおいこれ、本当にもう終わりがまだまだたくさん全然終わりが見えないんですけども、これまだ5分ぐらいしかしてないんですけども、もうすごい腰が痛くなるほど重い一袋で、それをもう本当に一袋これ生けすに移していく、いやこれ本当に大変な作業ですね。はい、大丈夫ですか。はい、これはもう本当に少しねあの経験してみてください、はい、でもうなぎ経験すると、はい、今日の初めのことはね、はい、そうなんです。すぐ攻めてできないですね、はい、その初めのことはこういう仕事ですよ。この仕事は、はい、あの今さっきあのこの2万匹がありますよね、はい、この2万匹の池からあの建て場について弱いものがあるんですよ。弱いものというのは、はい、あのやっぱりあの抜かないといけません、はい、抜いてからあの養殖池を返品するですね、はい、元ってそれで強いものだけ日本に輸出するんです、はい、この初めの仕事はみんな高知から始まるんです。いかがでしょうか。分かりました。今あの作業をされている方がいるんで、その方に教えてもらいながらやってみたいと思います、はい、まずこう入ってうなぎを踏んづけちゃったらあの悪いなという気持ちで、まあ、本当に歩くのもなんかゆっくりになってしまうんですけども、あとはその足にうなぎが当たってくるんですね。その感触がちょっとなんか怖いんですけども、はい、あこう足で、まあ、かき回してみて、その反応がちょっと鈍い魚がちょっと弱っているということなんですけども、あちょっとだいぶ弱ってますね。僕でも簡単につかめるってことはすごい本当に弱っている魚だと思います。多分僕もなんかなんとなく分かったんですけども、あのお腹を上に向けているうなぎはちょっとね弱ってるような感じだと思うので、まあこうほんとにもうあのこうちょっとねほんとに踏みつけちゃいそうで怖いんですけども、
先ほどその弱っている、まあ、元気のないうなぎをまあ取り除いて次の作業に移るということなんですけども、今後ろで皆さん作業をされているんですけども、なんか見た感じはそのうなぎをあの掴んで、まあ、いろんなところに投げているで、何をやっているか僕には分からないんですが、あの今皆さんは何をされているんですか？今はあのうなぎ選別しているんです。うなぎの大きさによって、はいはい、3尾もの、4尾もの、5尾もの選別しているんです、はい、あ、でもあのうなぎってほとんど同じ大きさでしたよね。違いが本当にあるんですか？あの見た目がなんか似てるみたいだけれども、はい、実際は違いますよね。あの大きさは全然違います。そのうなぎの色も違いますし、はい、あのトモさん本当にやってみますか？僕もできますか？はい、あのすぐに今選別隊に、はい、あの座って選別するのはすぐはできませんですね、はい、もうなかなか2年か3年間後で出ない、出ないといけないですね。うち の, あの選別の小西様たちは、はい、あのもう30年、25年の経験の人ですよ。そんなにもう経験のある方。はい、例えば4匹は 250g、はい、5匹は 200g ですね、はい、50g しか違わないですね。 そうですよね。そのうなぎはすぐねスピード出ないもいけないし、はい、だからあのそういうあの見た目ですぐ判断とか、はい、手はね、はい、測りみたいなもので、 そうですね、うん、それやっぱりすぐはできませんので、トモさん一回やってみますか？僕もぜひあの挑戦してみたいんですけども、はい、でもやる前に、はい、先にうなぎ掴むことはできないといけませんですね、はい、そのまずうなぎ掴まないと、はい、もちろん重さであの分かるわけはもう難しいですけども、はい、それで一回でやあの選別する前に、はい、やっぱりうなぎの掴むの練習いかがですか？はい、ぜひやらせてください。結構でもうなぎってすごいぬるぬるしてますよね。はい、難しいですね。私初め、はい、あの掴む時にやっぱり難しかったんです。はい、いや、 やっぱりね、あのうなぎはね、2匹、はい、2匹で掴むこと。それはあのうなぎはあの接着のところは少なくすれば握らない、はい、握れないんですよね。やっぱり手全部掴むと。逃げるやすいですね。その2匹になったら逃げないんですよ。そのやっぱり少しね長い時間練習しないと。はい、ちょっとあのぜひ僕にも、はい、うなぎ掴ませてください、はい、じゃあ私1匹でちょっとこっちに置いて、はい、あの掴んでください、2匹であの2匹のえっこれ、いやいや、これどうやったら、これね、うなぎは、はい、あの前走るときに、はい、この頭の掴むんですね、はい、後ろにマックするなったら、はい、あの尻尾の方に掴むんですよ、はい、そのやっぱり2つの、はい、あの指で、はい、それこういうふうに取るですね、大体こういうふうに。大体こういうふうにやるんです。でも掴めますね。掴めます。ああ、はい、分かりました。こう2本の指で、はい、2本の指こういうふうに。おすごい。ちょっとやってみますか。もう本当にあの手で全部こう手を使って捕まえようとすると結構滑っていってしまうんですね。ただこの2本でこう挟むと、え、掴めました。おおお、あ、はいはいはい、あ、わ、上手ですね。うまいうまいうまい。いや、やっと僕も掴むことができました。本当に先ほど僕もうなぎを掴むことに成功したんで、この選別に、ま、あの加わらせてもらっても大丈夫ですか？はい、あのやってみ、まあ、あの確かめてみましょうか、はい、この工場長ですからもう30年でも、はい、すごいキャリアがあるからといって、本当にもうこの見た目同じようなうなぎを本当に触っただけで重さが区別つくんですか？はい、はい、そうですね。
哎，等等，你抓一条四臂的。对 ，OK。羊臂，羊臂。哦。什么？哪里？很准。啊！刚刚大概差5到10个了。好准，好准。哇！厉害，厉害。呀，見ましたか？本当に。あの先ほどお願いしますって言って、あ、分かった分かったってこう掴んだら本当にもうそれがその4ピン 250g のうなぎ、本当にちょうどど真ん中ですよね。はい。いやーこれ本当に すごいです。すごいですね。これでもさっき僕も掴むのもこんなやっとだったのに。本当にちょっとできるか心配になってきたんですけども、トマさんはセルフスになったらこういう風にやらないと。 そうですね、やらないと絶対無理だと思います。さあこれから早速この選別に、まあ、ちょっとお手伝いをさせていただきたいと思うんですけども、3P5P4P ってあるんですね。その、まあ、区別がちょっと、まあ、つくかどうかわからないんですけども、ちょっと僕も、まずは一匹掴まないと、まあ、初心者は、掴んでから、おすみません、高くしますよ。こんなに力いただくんですか。はい、いやこれあの思い切りいただくって言われたんですけど、まあね、だんだんそれ細かくおしていくと、もう足元からもう本当に冷たい感じが伝わってくるんですけど、すごい。でも息がいいですね。もうなんか手の中を滑り抜けていくような。上手。これは 5P ですね。うまいよ、本当よ。あ、違った。 4.5P なのでここに、はい、入れます。はい、中にすごい小さいのがあります。はい、小さいのがいるんですけど、これはね、はい、あの工場長の目がいいんですから、これね、あの日本のアンギラジョパンニカじゃなくて、はい、これね、ローマンですね。これね、あの日本はいらないんですよ。あのもしこの中に混ぜて日本行くと、はい、あのもう返品になっちゃうんですよね。はい、このどこで違いますかね。はい、まず長さ違います。はい、このは頭大きくで。はい、身がちっちゃいですね。その色もちょっとあの本当の、そうですね、あのうなぎの色じゃなくて点々点々の、はい、あのそうですね、まだらの模様がついてますよね。模様はちょっと違います。はい、なんでこれあの中に混ざっちゃったんですか。うん、これね、あのたまたまあのシラス取るときに、はい、なんかあのちょっと入るところ関係ありますよ。シラスの中で、はい、あのシラス要はうなぎのベビーね、はい、ベビーの中すごい小さい時、小さい時に、はい、たまに1匹2匹入ります。あ、入ったらね、やっぱりあの選別するときにね、はい、あのちょっと選別抜かないといけないです。うん、本当にここで今この大うなぎすごい大きくなるんですよね。はい、そう、大きくなる。はい、大うなぎというんですよ、実際は。はい、そうですね。だからこれをまずここで、まあ、取り除いて、これを日本には行かないように、まあ、分けているということですよね。はい、そうです。いや、先ほどここで品質 の、まあ、あの分別もされているということだったんですけども、はいはい、これ今ちょっと2匹いるんですけども、同じ種類のうなぎですよね。はい、はい、そうです。今あの選別するときに、はい、重さの選別のより、はい、またあの品質悪い良くないやつはやっぱり抜かないといけないですね。あ、重さに選別してながら、例えばこういう茶色ものだったら抜かないといけません。はい、あ、これって味にも全然違いがあるんですか。はい、まあ、茶色というのはやっぱりあの肉質は硬くて、はい、あのやっぱり皮は厚くて硬くて、日本の方のはね、あまりいらないですよ。はい、二級品になるんです。わかりました。あの白焼きを紹介します。はい、あの白焼きはあの
何もタレつけてないで、はい、あのうなぎから白焼きでそのまま焼いた、はい、焼いたものですね、はい、もうこれ一番うなぎの甘み、はい、脂とか、はい、匂い、はい、でもあのすぐ分かるのやり方なんですよ、はい、トモさんに一つ、はい、あの試食してください。あ、じゃあ早速いただきます。はい、はい、どうぞ。このすごいあのプリプリ柔らかいですよね。はい、じゃあいただきます。はい、どうぞ。いや、全然あの臭みがないですね。あ、はい、ありがとうございます。うなぎってそのなんていうか地面に、まあ、近いところで泳いでるんでちょっと泥臭いのかなと思ったんですけど、はい、全くその臭みもなくって、はい、外はもう本当にカリカリに焼いてあるんですけども、なのに中の肉はすごい柔らかくって、はい、脂も乗っていて本当にあの口に入れて噛んでると本当に甘みがすごい口の中に広がりますよね。あ、ありがとうございます、うん、あの私たちの養殖池はね、あの泥臭いないの原因はあのやっぱり土はね、はい、あのいつも処置に変わってます、あのチェンジしてます、はい、あの新しい土に変えてまたいい餌使ってるんだから、はい、あの餌も下に残さないで匂いしないですね。これやっぱり養殖の環境はきれいにしないと、はい、いいうなぎもできないですね、はい、やっぱり本当にその厳しい品質管理でここまで、まあ、美味しいうなぎができると思うんですけども、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこんな早くから、みんななんか仕事してますけど。おはようございます。はい、これは何なんですか？これ、はい、秘密の向きです。イエーイ。これはコリです。これコリです。これこんなに大きい氷。はい、コリ、はい。とこれってどうするんですか？はい、これは、はい、あのコリはあのうなぎに締める。はい、あのうなぎを透明をさせます、はい、あの透明するとあの時間によって、はい、あの寝たらもう日本着いてからね、もう時間長くて日本着いてあのうなぎ寝ると、はい、酸素必要あの供給はあの、はい、少ないですから、あのやっぱりビニールの中に入れると、はい、あのできるだけ寝かして、はい、あの酸素少し供給を少なくて、あの日本までこの一つの氷入れる閉めると24時間で、はい、あのできるんです。あ、そうなんです、はい、こんなに大きいのどうやって使うんですか？あとは池入れて、はい、あの細かくするんです、はい、あのこの大きいのだいたい350本、はい、本土はだいたい150キロぐらいです150キロの氷、はい、こんな大きい氷初めて見たんですけども、これを使って、まあ、うなぎを冬眠状態にさせた、それで、まあ、それから日本に輸出するそうなんですけども、はい、あ、そうなんです、ね、今もう作業始め、はい、もう日本に輸出する、はい、始まります、はいはい、これからじゃあ、はい、あの日本にその輸出するために、まあ、これをこの氷を使って、まあ、うなぎを冬眠状態にさせて作業をするということですね。はい、はい、そうです。やってみますか？あのこれからやりますので、はい、あ、はいはい、じゃ あの手伝わせてください。はい、お願いします。あのそんな どうぞやってみますか？これで、はい、挟んで氷を運ぶそうなんですけど、力入れて、少し力入れないで、お重たい。はじめは重いんですけど、結構あの滑るから、はい、そうですね、はい、滑って、はい、こちらで入れ、
こちら並べていく。はい。はい。これやって。はい。この結構この一つ池は、はい、水の氷が必要です。おお。はい。トモさん、はい、あの池に入ってください。僕はこの中にですか？はい。あの池に入らないと、はい、あのうなぎの作業は始まらないんです。この中ですか？なんかでもたくさんうなぎがいて、はい、ちょっとなんか入るのは嫌なんですけど。そう、これ。はい。これ。あ、わかりました。わかりました。入ります。入ります。入ります。お、お。これはあの叩くじゃなくて、はい。はい。あとはこれ叩くんですよ。叩くで。あ、これで。また見て。これ結構重たい。お、結構重い。これで氷を叩くんですか？はい、そうです。あ、僕じゃなくて。トモさんに叩くじゃなくて、これ叩くです。これで氷を叩いて砕いて、はい。からこの水槽の中に。そうです。あの透明のさせます。はい。はい。じゃあこれからやりましょうか。はい。はい。はい、じゃああのこっちに中入れますから。はい。はい。水。すみません。水、すみません。高くします。こんなに力いただくんですか？はい、力かかりますよね。わあ、上手。うまい、うまい。すごいですね。わあ、すごい。いや、これ、あの、思い切りいただくって言われたんですけど、まあね、だんだんそれ、細かく、おしていくと、もう足元からもう本当に冷たい感じが伝わってくるんですけど、まだまだこのはず、あの見てすぐ分かるように、なんかうなぎの動きがすごい、もうゆっくりになって、もう本当にね、あのもう本当にすごい冷たさが足元から伝わってくるんですけども、これ、あの、はい、大体どのぐらいで、あの、大丈夫なんですか？あの大体やっぱり5分間から10分間で、はい、うなぎは冬眠するんです、はい、あの冬眠するとお腹は白くなってきたら、はい、大体冬眠に入ります。あの大体10分の1の、はい、あの冬眠したらもう、はい、あの梱包始まります。 あの、はい、あまり寝かすぎるといけませんし、はい、あの大体今の、 あの状態でもう少し大体2分間ぐらいもう始まります、はい。今こちらではその輸出するうなぎを、まあ、ビニール袋で梱包してるんですけども、はいはい、これ梱包するのにはなんか、あのなんか絶対やらなければいけないことっていうのはあるんですか？はい、今あの梱包のこれはかりですね、はい、次氷入れるんですよ、はい、氷これ入れると氷水入れるんですね、はい、両方でこれ氷でこれ氷水ですね、はい、これ入れるとあの今日今冬だから、はい、日本大体このぐらいの大きさでこの氷入れてこの水、はい、これ水入れるんです、はい、これ大体24時間にあの耐えますですね、夏の時には、はい、あのやっぱり氷ねもっと大きく入れないといけません。あ、季節で暑い時にはもうちょっと氷を増やして、もっとちょっと氷を、はい、大きくに入れるんですよ。冬時にはあまり氷入れない。氷あまり入れすぎると冷たくなっちゃう。冷たすぎる、はい、あのうなぎに対してあまり良くないんです、はいはい、大体今うち梱包のスピードね1時間はね300カードこの300カードでできるだけうなぎはあのビニール、ね、はい、の中の時間はもっともっと少ないの方がいいんですから、やっぱり梱包のスピードは速くないと、はい、あのうなぎは強くならないですね。もう本当にこんな早い時間に起こされてもう全然あの目が覚めなかったんですけども、あの冷たい水の中で作業する、本当にもうすぐ目が覚めました。それにね、あの何ですか、今まさにまだ後ろでは慌ただしい作業が続いてるんですけどもね、あの水槽の方からもまだ冷気が立ち上ってたりとか、本当にね冷たい中での、まあ、スピーディーな作業びっくりしたんですけども、
数年あのうなぎの健康状態を、まあ、良い状態に保つために本当にこういったスピード作業を続けなければならないんですけども、うなぎの老舗があの台湾のうなぎは一番だというぐらいにそういった品質を保つために皆さんこういった忙しい作業を続けていると思います。今回初めて知ったことですけども、日本人があれだけ好きなうなぎがここ台湾からこういった皆さんの一生懸命な仕事を、まあ、そうして、まあ、本当に日本の皆さんの、まあ、食卓の上に届くということ、まあ、本当に皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。本当に素晴らしい台湾のうなぎです。